放送はカタマ、レヨンベール、ミュールター2、昭和の普通のうちスタジオプラスワン、四月とご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんごきげんよう。広瀬はじめです。キーカムオン T シャツシーズン11、80年代映画に行こう。このシーズンの第2回目で取り上げたバックトゥーザフューチャーもそうですが、80年代に予想した未来がすでに到来しているものが他にも数々映画として存在しています。エイリアンで知られるリドリー・スコット監督の映画ブレードランナーが描いたのは2019年の世界でした。今回はこの SF 映画ブレードランナーの中に潜む2019年に起こる未来のテーマについて触れてみたいと思います。それでは動画をどうぞ。眠れない夜、羊を数えるといいよなんてことをですね、よく言われたものです。子供の頃なんですけども、どちらかというと寝つきが悪い方の子供だったので、なんで羊なんだろうと、ふかふかして気持ちいいからかなと、そんなことをですね思って、羊の姿を想像しているとですね、余計に眠れなくなってしまったというような記憶があります。羊を数えると眠れるというのは、実はですね、英語で言いやすいシープとですね、スリープがですね、似ているということで、何度も何度もこうシープシープと言ってると脳がですね、スリープモードに入っていくと、暗示みたいなもんですね。だからですね、シープを数えるといいというふうに言われるようになったということらしいんですね。なので、日本語でですね、羊が1匹と、羊が2匹、羊と言って、数えていってもですね、目が冴えて逆効果になるんですよという話も載ってました。調べたところですね。子供の頃に羊の数を数えて眠れなかったっていうのは当然だったということみたいです。なんでそんな話をしたかというとですね、今日お話しする、今回お話しするのはですね、ブレードランナーの映画の話なんですね。で、これ、ブレードランナーの原作っていうのはですね、フィリップ・K・ディックという SF 作家が書いた、1968年、僕が生まれる年にですね、出版された、Do Androids Dream of Electricity?いうタイトルの小説で、この小説日本語のタイトルがアンドロイドは電気羊の夢を見るかというですねタイトルなんですね。だからちょっと羊の話から入ったというわけなんですけども、このブレードランナーの原作ということもあったんですが、電気羊その意味、アンドロイドはその夢を見るどころか眠る必要なんかないんじゃないかなというように、このタイトルをですね見て思ったわけです。ある意味 SF 的でですね、刺激的なタイトルのように思ったので、それに惹かれてですね、当時中学生だったと思うんですけれども、早川文庫というのでからですね、アンドロイドは電気羊の夢を見るのかという小説文庫本で出てたので、それを夏休みに買ったという覚えがあります。その小説のですね舞台は、第三次世界大戦によって自然がですね、壊滅してしまって、多くの生物自体も絶滅した2019年が舞台になった小説です。そして人工知能を持ったアンドロイドが存在しています。そのアンドロイドは高性能になって、自分がですね廃棄されたくない、アンドロイドとして死にたくないということですよね。と思ってですね、人間の意にですね、反する行動をですね、取るようになります。アンドロイドが人間の言うことを聞かなくなったということになると、ちょっと恐ろしいので、言うことを聞かなくなったアンドロイドを追うですね、賞金稼ぎ、バウンティーハンターっていう、そこの中では呼ばれているんですけども、そういう職業があって、その賞金稼ぎのデッカードと
という人間が主人公の物語になっているということなんですね。この小説の世界では生物というのはですね、ほとんど絶滅してしまっているということもあって、まあ、デッカードはもちろん全ての人間が人工的に作られたものでない生物に対して、まあ信仰のような感情をですねちょっと持っているというのがこの小説の中での世界では読み取れます。まあ、それは人間自体がですね自らの存在意義を自然な生命体であるということにしか存在意義みたいなのをですね見出せなくなっているということの象徴として描かれているようにですね僕は感じました。人としてのですね心や感情というようなものをすらですね作り物のアンドロイドでも持ち始めている世界、そんな世界が来るということですね。その小説の中では書かれているので、1968年、50年以上も前にですね小説ではフィリップ・K・ディックは予想していたということになるんですね。映画ブレードランナーですね、まあ繰り返し見て、また原作の小説アンドロイドは電気羊の夢を見るかをですね、まあ繰り返しちょっと読んで思ったことっていうのは、まあ心というもの自体はですねどこにあるのかというようなことだったりします。またですね、まあ心があれば人なのかということ、あと正しい心というのはですねどういうものなのかということを考えさせられました。中学3年生の当時のですね私、まあ今でもそんなこと思ったりするんですけれども、だけでなくて多くの人がですね、そういったことは考えることなんじゃないかなというふうに思ったりします。まあ、これはまあ哲学的な命題になってるんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。物語の中のですねアンドロイドはまあ感情を持っているということなんで、まあいわば心みたいなものを作り物をアンドロイドですら持ち始めていると、まあ、さっきも言いましたけども、そんな世界で、もしかしたら本当にそういうことが来るかもしれないということですよね。で、夢も見てですね記憶もあるというのが小説世界のアンドロイドになります。そして自分自身がですね、作り物であって、夢であるとか記憶であるとかっていうものも作り物であるということを知って悩んだりもするんですよね。対して人間はどうでしょう。その小説の中の人間はというと、まあ、人工的に作られたアンドロイドだということだけでですね、感情であるとか心であるとか記憶、そんなものを持ったアンドロイドを躊躇なく破壊していくという小説になっているんですね。で、映画ブレードランナーのバウンティーハンター、まあ、デッカード主人公なんですけれども、デッカード自身がアンドロイドであるというですね解釈があるようです。監督のリドリー・スコットはそのように言ってるそうなんですが、まあ、原作もですね好きな私個人としてはですね、まあ、デッカードはやっぱり人間であるというふうに映画でも人間であるように見えてます。まあ、人間だからこそですねアンドロイドの最後ですね、強いアンドロイドが残るんですけど、その最後まで残っているそのアンドロイドバッティっていうんですけど、バッティとの対決するですね、まあ、構図であるとか、まあ、アンドロイドのレイチェルっていうアンドロイドがいるんですけど、その最後そのアンドロイドのレイチェルを連れてですね逃げるわけですね。まあ、アンドロイドはその壊さないといけないということになっているので、デカドはその破壊されるレイチェルを連れて最後ですね、まあ、逃げるという構図になっています。まあ、それぞれの対比、まあ、バッティとレイチェルの対比であったりとか、まあ、デカドとバッティ、デカドとレイチェルという対比がですね、まあ、心理的な深みがあるように見えてくる映画だと思ってるんですよね。もしデッカードがですねアンドロイドであるならば、高性能なバッティであるとかレイチェルっていうアンドロイド、ネクサス6っていうアンドロイドなんですが、そのネクサス6よりもさらに進化したアンドロイドでないと、そのバッティが最後そのデッカードをですね救って解くセリフ、まあこの名セリフがあるんですけども、そのセリフの意味っていうのはですね、まあなくなってしまいますし、嫌悪からですね愛しさにその心が触れていくですね、レイチェルへの、あの女性のアンドロイドレイチェルへのデッカードの人間でしか持ち得ないようなですね高次な感情の説明がですねつかないような気がするんですよね。
SF サイバーパンクの傑作としてですね、根強い人気の作品なので、いろんな解釈がですねあっていいと思うんですが、僕自身はデッカードは人間であるというふうに思ってこの映画を見ます。皆さん、ブレードランナー好きな方、どんな風にデッカード見てるんでしょう、この映画をの意味を見てるかというのをすごく気になるところではありますといったところで、ブレードランナーの T シャツなんですけど、これブレードランナーの T シャツですね。これなので、でバックにはブレードランナーのフィットがあります。1982年の公開当時はですね、こんなちょっと洒落たデザインのですね T シャツが出てたっていう記憶全くないので、多分ですねずっと後になって、ブレードランナーがですね、結構カルト的な人気になってから、そうですね、一般に認知されるようになってから、ブレードランナー自体が傑作映画だというような扱いになってから作られたものじゃないかなというふうに思ったりします。この前面にプリントされている顔があるんですけれども、おそらく、レイチェルじゃないかなというふうに思いますし、わかりにくいですね。レイチェルとはパッとはわかんない感じになってるんですけど、どうかな。オクトカンプフマシンかな。オクトカンプフマシンっていう、こう、アンドロイド、見た目はですね、人間とほとんど同じなので、その、アンドロイドかどうかを見分けるですね、こう、判定装置、いろんな質問をかけていっている、こう、目の動向がどうなるのかとか見ていくですね、マシンなんですけど、そのかけられた時みたいな感じで、ここ目のところにですね、フォーカスして白い四角のプリントがこうついてます。この枠がね立ってるという感じです。それと黒字にですね、こう赤い顔のプリントと、そのグリーンのフォーカス当たっているラインっていうのがですね、クライトーンとこの、サイバーパンクな雰囲気をちょっと醸し出してるかなというふうに思って、すごくかっこいい T シャツだなと思って手に入れました。1982年にそのブレードランナーという映画自体は公開されたんですけども、それからですね39年経った2017年にブレードランナー2049、2049年の話としてですね、映画が作られました。続編映画というような扱いですね。で、続編の主人公はアンドロイドでバウンティーハンターをやっている K というですね、アンドロイドが主人公なんですけれども、希望へのたゆまない努力みたいなですね、そんなことを描いているような、なんでしょうかね、ちょっと何本かそういった類の映画作られているかなというふうに思うんですけれど、ロボットがですね、こう人間に近づきたいみたいな、人間になりたいみたいな、ピノキオものみたいな感じのものですね。作られたものが本当の人間になりたい。そのピノキオものの話のように思います。その中にですね、その K がその自分の出自を探っていくという中に、その前作で逃亡した1982年に2019年を描いたブレードランナーの主役、デッカードと最後ですね、そのアンドロイドを連れて、レイチェルを連れて逃亡した最後なんですけど、そのレイチェル、それがどうなったかということがうまくですね、お話、ストーリーにこう組み込まれていて、すごくいい映画です。静かな感じで流れてはいくんですけど、すごくいい感じになってるんですね。続編映画の中で、バウンティーハンターであったデッカードが手にしてるブラスターガンっていう、アンドロイドをそれで撃って壊すという鉄砲、このガンがあって、1982年のブレードランナーでもそのブラスターを持ってるんですけど、続編のですね、2049でもですね、同じブラスターを持ってですね、実は出てくるんですね。その2049続編の方で持って出てくるブラスターがですね、日本のですね、僕の故郷であるその岐阜にあるですね、留之助商店さんっていうのがあって、そこがこう作ったものを映画の中で採用されているということなんですよね。ファンがですね、作ったそのブレードランナーのバウンティーハンターデッカーとか持っていたブラスターガンっていうのがかっこいいからって、そのですね、モデルガンをですね、
模倣して絵画で使われたものに近いものを作ろうということで、日本のファンがですね作ったというものが、まあ、実際その、まあ、レプリカのものがですね本物の続編に使われたというような、まあ、夢のような話ではあるんですが、似せて模して作られたものが、まあ、まさに本物に なるというですね、ブレードランナーという映画の中の深いテーマに微妙にシンクロしてるんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。なので、まあ、その話を聞いてですね、なんかちょっとああというふうにちょっと考えたということがあります。これはですね、これそのトムノスケ商店さんが作ったブレードランナー2049のブラスター版のモデル版の、これまあ、あの箱なんですけど、この箱の中に入っていたガンがこれ、こちらになりますね。はい、このすごく重厚な作りになっていて、これがですね、まあ、デッカードが持っていたブラスターガンになります。でですね、このちゃんとスイッチを入れると、LED が光ってですね、まあ、劇中もこんな感じで、主人公デッカードが、プレゼンの中では、これでアンドロイドですね、破壊する。で、続編の2049の中でも、デカがこれを持って登場するということ。で、そこで使われているのが、実は、日本の止めのつけ商店さんが作られたレプリカだったということですね。はい。ので、まあ、そのエピソードを聞いて、何でしょうね、やっぱり、こう、ファンの思いが本物になったというものかなということで、まあ、結構ですね、もう本当に、その映画の中で使われたプロップガンに忠実に、再現して作られたものということなので、はい、少しお値段も、ね、それなりにしたんですが、どうしても手に入れたくて頑張って買ったと。はい。もういいね。これもちゃんとブレードランナーって入ってるので、これは版権管理がちゃんと通ってる。本物のブレードランナーの公式のものですということになってます。ということで、今日はですね、まあ、1982年の映画、ハリソン・フォードがですね、主演したブレードランナーと、原作の小説が大好きなので、ちょっとなかなか考えさせられるテーマが、その SF 映画の中にあるかなということで、お話をしてみました。まあ、よかったらご感想をお聞かせください。そして、グッド評価とチャンネル登録なんかをお願いいたします。それでは、もう少し映画の回続けますので、よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。1980年代、当時描いた2019年の未来というのは、まるで日本が世界の最先端にいるような映像とも取れます。でも実際はどうでしょう。皆さんはどんな感想をお持ちになられるでしょうか。それでは次回の映画でお会いしましょう。映画と T シャツ、素晴らしいですね。それでは。